7月18日3時から30日9時にかけての6時間ごとのアジア天気図。台風や熱帯低気圧が相次いで発生している。同時に太平洋高気圧が衰退していくのもわかる。2017年の台風のデータ。データは基本的に日本の気象庁の情報に基づき気象庁が 熱帯低気圧としていない一部のものについては、合同台風警報センターのみによる。2017年に発生した台風は、平年の25.6個から大きく外れることのない、波の27個だった。日本での影響においては、接近数は平年の11.4個より少ない8個であったが、上陸数は平年値2.7個より多い4個だった。 台風1号は4月26日に発生した。7月2日に発生した台風3号は4日に九州に上陸し日本列島を横断したが台風通過後も前線や別の熱帯低気圧の影響で九州北部などで豪雨が続き平成29年7月九州北部豪雨が発生甚大な被害が出た。月下旬頃になると太平洋北西部と 南シナ海での大流活動が活発になり、熱帯低気圧が多発21日から30日の10日間で台風が6個も相次いで発生した。これにより7月の台風の発生数は8個となり、気象庁が台風の統計を開始した1951年以降、7月の発生数としては1971年と並び最多となった。 そのうち20日に発生した台風5号は太平洋上を迷走した末に日本に上陸し台風だった期間は統計史上最長の19.00日を記録した。また7月23日には一時的に台風5号から8号までの4個の台風が同時に存在し、これは1994年以来23年ぶりとなった。月は個の台風が発生し、 9日に発生した台風18号は九州、四国、本州に上陸して大きな被害をもたらしたが台風18号が消滅した後は1個も台風が発生せず通常台風の活動が活発な9月下旬に台風が1個も活動しなかったのは1973年以来44年ぶり統計開始以来2度目の陳時となったその後10月12日に 台風20号が発生した。10月16日に発生した台風21号は、超大型にまで強風域を広げた状態で日本に上陸し、上陸時の台風の大きさのデータがある1991年以降では初めてとなったほか、上陸したのは23日で史上3番目に遅い上陸となった。1年を通して猛烈な台風は1個も発生せず、 これは2002年以来15年ぶりとなった。201701.03W ンて4月21日頃にカロリン諸島近海で形成が始まった低圧部が4月23日21時にマリアナ諸島南部で熱帯低気圧に昇格した。合同台風警報センターは24日午後に熱帯低気圧形成警報を発し、25日に 熱帯低気圧番号 03W を不満した。03W は26日9時に、フィリピンの東の北緯13度30分、統計135度55分で台風となり、アジア名ムイハーと命名された。ほぼ同時刻に、フィリピン大気地球物理天文局も 03W が、監視エリアに侵入したと発表し、フィリピン名ダンテと命名した。1号は、フィリピンの東を、 しばらく北上したがほとんど発達は見られずに27日21時に北緯17度、東経135度で熱帯低気圧に変わった 201702.04w6 月10日頃に南シナ海で形成が始まった低圧部が同日15時にすぐに熱帯低気圧になり合同台風警報センターは11日0時に 熱帯低気圧形成警報を発し、同日9時に熱帯低気圧番号 04W を付与した。そして 04W は、同日15時に北緯17度5部、統計116度35分で台風となり、アジア名、マールボックと命名された。13日1時に香港付近に上陸した。13日9時にカナンの北緯24度、統計115度で、 熱帯低気圧に変わった。事故解析では、ピーク時の勢力は、中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルに、情報修正されており、一時暴風域を伴っていた、ことになった。2 0 1 7 0 3 0 5 w エモン6月30日頃に、フィリピンの東で形成が始まった、低圧部が、 7月1日15時に熱帯低気圧になり、同時刻に合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発した。その後、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、エモンと命名した。そして2日9時、熱帯低気圧は沖縄の南の北緯20度40分、統計127度5分で台風となり、アジア名ナンマドルと命名された。 同日12時、JTWC は熱帯低気圧番号 05W を付与した。台風は3日未明に石垣島付近を通過した後、東、シナ海を北上し、同日15時に発達して、暴風域を伴うようになった。次第に震度を東寄りに変え、4日8時頃に長崎県長崎市付近に上陸した。その後も台風は、 西日本の複数の地点で観測史上1位の暴風を記録したほか、室戸岬では最大瞬間風速秒速45.0メートルを観測するなど強い風雨をもたらしながら速い速度で闘進し、同日12時過ぎには愛媛県宇和島市付近に、17時前には和歌山県田辺市付近に再上陸した。5日9時、日本の東で温帯低気圧に変わった。なお、 この台風の通過後、九州北部で豪雨が発生している。20万1704.06ワット7月13日頃に南シナ海で形成が始まった低圧部が14日15時に熱帯低気圧になった。合同台風警報センターは15日11時30分に熱帯低気圧形成警報を発令した。その後、熱帯低気圧は同日15時に 南シナ海の北緯16度50分、統計111度50分で台風となり、アジア名タラスと命名された。その後、JTWC は、熱帯低気圧番号 06W を不満した。台風は、精神し、現地時間17日1時頃に、ベトナム北部の下安省瓶付近に上陸し、日本時間17日18時に、ラオスの北緯19度、統計102度で、 熱帯低気圧に変わった。台風の影響で、ベトナムでは一人が死亡し、約2700個の家屋が損傷したほか、ゲアンショークアロー沖で、石炭船の乗員10名が行方不明となった。台風から変わった熱帯低気圧は、18日3時には、気象庁の観測対象域外に出たものとみられる。事故解析では、最低気圧は八十五ヘクトパスカルに、 修正されている。20万1705.07ワット7月18日9時に、ウェイク島の北北西海上で発生した、普通の低気圧が、熱帯低気圧に発達し、合同台風警報センターは20日14時30分に、熱帯低気圧形成警報を発し、後に21日6時に、熱帯低気圧番号 07W を付番した。 07W は7月21日9時に南鳥島付近で発生したと発表された。アジア名のルート命名された。その後は移動を促す風が弱かったことや台風6号の風による影響などから日本のはるか東の太平洋上に大きな楕円を描くように迷走した。その後は日本の東を大きく南下しながら徐々に発達を弱めていったが29日には 小笠原諸島に接近し、再び発達。31日には非常に強い台風へと勢力を強めた。午後は非常にゆっくりとした速度で九州に接近し、8月7日には室戸岬付近を通過して、7日15時30分頃に和歌山県に上陸した。上陸後もゆっくりと北東に進み、八日には日本海へ抜け、九日三時に日本海で、 温帯低気圧となった。自己解析では、発生が7月20日21時、温帯低気圧化が8月8日21時となり、台風期間は19日0時間と、史上最長帯となった。また、ピーク時の勢力は、中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速95キロトンに、下方修正された。20万1706.09ワット7月20日3時。 ミッドウェイ島の南西海上、軽度180度線のすぐ西で熱帯低気圧が発生した。同日15時に気象庁は台風に発達する可能性があるとして台風情報を発表した。21日14時30分、合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発した。同日15時、熱帯低気圧は北緯26度35分。 統計177度5部で台風となり、アジア名、クラーと命名された。合同台風警報センターは、同日18時に、熱帯低気圧番号 09W を不安した。台風は、精神し続け、台風5号の北まで達したが、25日21時に、日本のはるか東の北緯32度、統計154度で、熱帯低気圧に変わった。 20万1707.10ワットファビアン7月21日12時、フィリピンのルソン島の東海ウェイで熱帯低気圧が発生した。合同台風警報センターは同日13時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。JTWC は22日6時に熱帯低気圧番号 10W を付番し、同時刻にフィリピン大気地球物理天文局は フィリピン名ファビアンと命名した。熱帯低気圧は発達しながら、バシー海峡を精神し、22日15時に、南シナ海の北緯20度35分、統計119度10分で台風となり、アジア名ローキーと命名された。台風は23日午前に、香港のすぐ東に上陸し、同日15時に、カナンの北緯23度、統計113度で、 熱帯低気圧に変わった。20万1708.08ワット7月21日12時、気象庁と合同台風警報センターは、南シナ海で熱帯低気圧が発生したことを確認。校舎は熱帯低気圧番号 08W を不満した。同日15時、気象庁も台風に発達する可能性があるとして、台風情報を発表した。 08W は23日15時に南シナ海の北緯17度35分、統計111度5分で台風となり、アジア名ソンカーと命名された。台風は南シナ海をゆっくり精神し、25日16時頃にベトナムのクアンビン省、ドンホイ付近に上陸した後、勢力を弱めて、同日21時にラオスの北緯17度、統計106度で、 熱帯低気圧に変わり30日3時には不明瞭になった。なお、自己解析では発生日時は23日9時に修正された。これにより同日9時から15時までの6時間のみ1994年以来23年ぶりに4個の台風が同時に存在したことになった。20万1 7 0 9 1 1 w ゴリを7月21日頃に フィリピンの東海上で形成が始まった低圧部が25日15時に熱帯低気圧と解析され同日18時にフィリピン大気地球物理天文局がフィリピン名ゴリオと命名20時に合同台風警報センターが熱帯低気圧形成警報を発令21時に気象庁が台風に発達する可能性があるとして台風情報を発表した その後、JTWC は、熱帯低気圧番号 11W を付番した。熱帯低気圧は26日12時に、フィリピンの東の北緯15度55分、統計128度20分で台風となり、アジア名、ネサットと命名された。台風は29日19時10分頃に強い勢力で、台湾のギラン県総合付近に上陸し、台湾では、 大雨や強風によって103人が負傷、一時約54万戸で停電が発生するなど大きな被害が出た。台風はその後台湾海峡を通って30日7時頃に中国の福建省福西付近に再上陸し、31日3時に河南の北緯25度、統計116度で熱帯低気圧に変わった。 20万 1710.12W ヒュアニン7月27日15時、南シナ海で熱帯低気圧が発生した。合同台風警報センターは28日に熱帯低気圧形成警報を発し、熱帯低気圧番号 12W を付番した。12W は29日15時に、南シナ海の北緯18度10分、統計116度50分で台風となり、 アジア名ハイタンと命名された。この台風の発生で7月に8個の台風が発生したことになるが、これは1951年以降で1971年以来46年ぶりで史上最多大記録となった。フィリピン大気地球物理天文局は30日12時にフィリピン名ヒュアニンと命名した。台風は7月30日16時40分頃。 台湾南部の平東県の風港に上陸し、31日15時に、河南の北緯27度、東経117度で熱帯低気圧に変わった。20万1711.13ワット7月31日9時、南鳥島近海で熱帯低気圧が発生した。気象庁は台風に発達する可能性があるとして、同日15時に台風情報を発表した。 合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 13W を付番した。13W は8月2日9時、米域東近海の北緯25度25分、統計165度40分で台風となり、アジア名、ナルガイと命名された。台風は、日本のはるか、東海上を北上し、6日9時に北緯40度、統計159度で、温帯低気圧に変わった。 二十万千七百十二点一四 w 八月十一日九時に、ウェイク島近海で発生した熱帯低気圧が、同日二十一時に、北緯十七度二十五分、統計百六十七度五十五分で台風となり、アジア名番屋と命名された。台風は太平洋上を北上し、十七日十五時に、アリューシャンの南の北緯十三度、統計百七十六度で、 温帯低気圧に変わった。20万 1713.15W 以上8月18日頃に形成が始まった低圧部が19日21時にフィリピンの東海上で熱帯低気圧になった。合同台風警報センターは同日23時に熱帯低気圧形成警報を発した。20日、JTWC は 熱帯低気圧番号 15W を不番し、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名遺産と命名した。同日15時、15W は、フィリピンの東の北緯19度50分、統計128度5分で台風となり、アジア名ハトと命名された。命名国は日本で、ハト座に由来する。台風は発達しながら、南シナ海を精神し、 23日に強い勢力で香港やマカオなどに接近し、暴風雨をもたらした。香港天文台は同日9時10分、警報レベルを5年ぶりにシグナル中に引き上げた。その後午後に、カナンの関東省市会市付近に上陸した。同省及びマカオで翌24日までに、計16人が死亡したほか、大規模な停電も発生し、 香港国際空港でも480便の航空機が欠航となるなど被害が広がった。台風は24日15時、河南の北緯24度、東計106度で熱帯低気圧に変わった。20万 1714.16W 上りな8月24日9時、フィリピンの東海上で熱帯低気圧が発生、同日10時に合同台風警報センターは、 熱帯低気圧形成警報を発した。フィリピン大気地球物理天文局は、同日18時に、フィリピン名、ジョリーナと命名した。JTWC は、熱帯低気圧番号 16W を不満した。16W は25日3時に、北緯15度20分、統計124度50分で台風となり、アジア名パカーと命名された。25日夜遅くに、 ルソン島のアウロラ州に上陸した。その後、27日に中国の関東省港門市内の大山に上陸した。台風はこの上陸直前に勢力のピークに達し、暴風域を伴っていた。この台風の影響で、フィリピンでは各地で洪水が発生。マカオでは4日前に台風13号が直撃したばかりという状況で、 気象局がシグナル8の警報を発令した。28日3時に、河南の北緯25度、東経109度で熱帯低気圧に変わった。事故解析では一時大型の台風となっていた。20万 1715.17W8 月26日頃に、形成が始まった低圧部が27日9時に熱帯低気圧になった。 合同台風警報センターは、同日15時に、熱帯低気圧形成警報を発した。熱帯低気圧は28日15時に、マリアナ諸島近海の北緯19度40分、統計146度55分で台風となり、アジア名、サンブーと命名された。30日から9月1日にかけて、父島周辺に停滞し、 総降水量330ミ、mm、リメートルを超える50年に一度の記録的大雨をもたらした後、日本の東海上を北上し、3日21時に、千島近海の北緯45度、東経154度で温帯低気圧に変わった。20万 1716.18w8 月28日18時に、 フィリピンの東で発生した熱帯低気圧に対して気象庁は台風に発達する可能性があるとして台風情報を発表したもののあまり発達が見られなかったため気象庁は29日に情報の発表を一時止め熱帯低気圧は低圧部に衰弱したその後30日に再び熱帯低気圧に発達し31日にかけてバシー海峡を精神した 9月1日3時に、南シナ海の北緯19度10分、統計118度25分で台風となり、アジア名、マーワーと命名された。4日時に、カナンの北緯23度、統計114度で、熱帯低気圧に変わった。20万1717.19ワット帰国9月4日3時、フィリピンの東で熱帯低気圧が発生した。6時に、 南シナ海の北緯20度10分、統計120度20分で台風となり、アジア名、グチョルと命名された。台風はほとんど発達せずに7日3時に、南シナ海の北緯22度、統計119度で、熱帯低気圧に変わった。20万1718.20ワットラに9月7日21時に、マリアナ諸島の東で、熱帯低気圧が発生し、 合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 20W を不安した。20W は9日21時に、北緯15度25分、統計143度10分で台風となり、アジア名タリムと命名された。11日午後には、フィリピンの監視領域に侵入し、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ラニーと命名した。9月17日11時半ごろ。 鹿児島県の薩摩半島を通過後、同日12時頃に道県垂水市付近に上陸した。その後高知県と兵庫県にも上陸し、さらには北海道にも上陸したことにより観測史上初めて日本の本土4島すべてに台風が上陸したと報じられていた。しかし、後日に発表された確定値によると北海道に上陸する前の18日3時に、 日本海の北緯37.8度、統計138.7度で温帯低気圧に変わったことになっており、観測史上初の日本の本土4島上陸は取り消されることとなった。20万 1719.21W マーリン9月10日頃にフィリピンの東で形成が始まった低圧部が11日3時に熱帯低気圧に昇格。合同台風警報センターは 熱帯低気圧番号 21W を付番、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名マーリンと命名した。21W は、ルソン島を横断後、南シナ海に抜けた12日21時に、北緯14度40分、統計119度冷部で台風となり、アジア名と薬と命名された。15日には、ベトナムのゲアン省に上陸し、4人の死者を出した。 16日9時に、タイの北緯19度、統計101度で、熱帯低気圧に変わった。20万 1720.24W を出て10月6日頃に、ポンペイ東近海で形成が始まった、低圧部が発達しながら、精神、11日9時に、フィリピンの東で、熱帯低気圧になった。フィリピン大気地球物理天文局は12日0時に、フィリピン名、 おでってと命名した。合同台風警報センターは12日5時に熱帯低気圧形成警報を発し、同日熱帯低気圧番号 24W を不安した。24W は同日21時に北緯17度50分、東経123度40分で台風となり、アジア名、カーヌンと命名された。台風19号が9月12日に発生して以来、 1>, 1ヶ月ぶりの台風発生となった。20万 1721.25W パオロ10月14日頃に、ヤップ島近海で形成が始まった、低圧部に対し、合同台風警報センターは、同日11時30分に、熱帯低気圧形成警報を発した。低圧部は15日3時に、熱帯低気圧になり、JTWC は、同日に、 熱帯低気圧番号 25W を付番した。25W は16日3時に、カロリン諸島の北緯9度40分、統計136度10分で台風となり、アジアメイランと命名された。フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名パオロと命名した。20日15時には、超大型の台風になった。その後も北上し、23日3時頃に、 静岡県掛川市付近に上陸した。同日つ時に福島県沖で温帯低気圧に変わった。平成30年3月30日に気象庁より確定値に誤りがあったことが発表された。超大型になったのは23日0時になっており、上陸直前12時間前の22日15時まで本台風の最低気圧915ヘクトパスカルを 記録していることとなった。上陸時の気圧は950ヘクトパスカル。上陸時の風速は風速秒速40メートルになっており、変更はされていない。台風は温帯低気圧になった後も発達し、970ヘクトパスカルまで発達したが、北海道の東を通信していた発達中の低気圧と合体する形で消滅した。 その低気圧は936ヘクトパスカルまで発達した。20万1 7 2 2 2 7 w 警団10月19日5時30分に合同台風警報センターが熱帯低気圧形成警報を発したマリアナ諸島の東の上岸について気象庁は19日9時に低圧部と解析、同日15時には熱帯低気圧と解析した。 JTWC は20日に熱帯低気圧番号 27W を不番した。JTWC は20日9時時点で台風の勢力に達したとしていたが、後日取り消されていた。JTWC の新たな情報によると、10月24日6時に台風の勢力に達したとしている。気象庁では、同日15時に北緯11度30分。 東計141度冷部で台風となったとしている。アジア名サオラーと命名された。25日夜にはフィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、経団と命名された。その後は発達しながら北上、西日本、東日本の太平洋側、奄美地方、沖縄県に大荒れの天気をもたらし、30日0時に三陸沖で温帯低気圧となった。 30日正午には、千島近海で944ヘクトパスカルに達し、爆弾低気圧となった。台風の中心が陸地から離れていたことから、本州、四国では21号のような豪雨にはならなかったが、宮崎県では記録的な大雨となった。また、五彩線、半和線は30日の午前中まで運休した。この台風により、重症者5人、 軽症者17人の人的被害のほか、全海4棟、半海3棟、一部破損178棟、床上浸水37棟、床下浸水183棟の重火被害が生じた。20万 1723.28W ラミル10月28日頃に、カロリン諸島近海で形成が始まった、低圧部が31日3時に、フィリピンの東で、 熱帯低気圧になった。フィリピン大気地球物理天文局は11月1日3時にフィリピン名ラミルと命名した。合同台風警報センターは同日5時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、その後熱帯低気圧番号 28W を不満した。28W は2日9時に南シナ海の北緯12度35分。 統計117度30分で台風となり、アジア名ダムレイと命名された。また、この台風から2000年以降使用されている台風のアジア名は4巡目に突入した。4日21時にカンボジアの北緯13度、統計106度で熱帯低気圧に変わった。ベトナムでは2017年、ベトナムエーペック開催期間中に現地での被害状況が 徐々に明らかになり、7日までに69人の死亡が確認され、数十人が行方不明となっている。20万1724.30ワットサロメ11月8日に、フィリピンの東で形成が始まった、低圧部に対し、合同台風警報センターは9日4時30分に、熱帯低気圧形成警報を発した。その後、フィリピン大気地球物理天文局は、同日9時に、 フィリピン名サロメと命名、JTWC は熱帯低気圧番号 30W を不安した。30W は同日21時にルソン島上の北緯13度50分、統計121度20分で台風となり、アジア名ハイクイと命名された。12日15時に南シナ海の北緯17度、統計112度で熱帯低気圧に変わった。 20万 1725.31WT の11月14日頃に、ヤップ島南方で形成が始まった、低圧部が16日21時にセレベス海で熱帯低気圧になった。合同台風警報センターは17日6時に熱帯低気圧形成警報を発し、フィリピン大気地球物理天文局は17日12時に、フィリピン名、ピノと命名した。その後、 JTWC は熱帯低気圧番号 31W を付番した。31W は18日6時に南シナ海の北緯10度55分、統計115度40分で台風となりアジアメイキロギーと命名された。19日3時に北緯11度、統計112度で熱帯低気圧に変わった。 20万 1726.32W ウルドゥや12月10日頃にカロリン諸島で形成が始まった低圧部についてフィリピン大気地球物理天文局は12日18時にフィリピン名ウルドゥやと命名した合同台風警報センターは13日12時30分に熱帯低気圧形成警報を発し14日朝には熱帯低気圧番号 32W を付番した 気象庁は 32W は同日3時にフィリピンの東で熱帯低気圧となった後、同日9時に北緯11度、統計127.4度で台風となったとした。アジア名、開拓と命名された。その後台風は16日21時に一旦熱帯低気圧に弱まったものの、南シナ海に抜けてやや発達し、20日9時に台風に復活した。 21日21時には再び熱帯低気圧に変わった。台風の影響でフィリピンでは地滑りが発生して、ビリラン州で少なくとも27人が死亡、24人が行方不明となっている。なお、この台風のアジア名である、開拓は、この台風限りで使用中止となり、時順からはインニョンというアジア名が使用されることになった。 20万 1727.33W ビンタ12月16日頃に中区近海で形成が始まった低圧部が同日9時に熱帯低気圧に発達した熱帯低気圧は18日には低圧部に降格したものの初0日時にパラオ近海で再び熱帯低気圧に昇格した同日18時合同台風警報センターは 熱帯低気圧形成警報を発し、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ピンタと命名した。熱帯低気圧は21日3時に、ミンダナオ島の東で台風となり、アジア名天秤と命名された。台風は22日に、ミンダナオ島に上陸したため、道東を中心に大雨による洪水や地滑りが発生し、200人以上が死亡した。台風は、その後、 25日21時にベトナムの南の南シナ海で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧番号は合同台風警報センターが熱帯低気圧と認めたものに付与し、同期間をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も平気。また、熱帯低気圧番号がない場合も、 気象庁が熱帯低気圧としたものを以下単に TD と示す。1月6日にミンダナオ島の東で形成が始まった低気圧96ワットについて気象庁は1月7日9時に熱帯低気圧に昇格したと発表した。フィリピン大気地球物理天文局は現地時間7日11時にフィリピン名アウリングと命名して監視を開始した。同局は 10日午前にアウリングのス数ー回付近での低圧部への降格を発表した。その後、11日3時に熱帯低気圧に復活するも、同日9時には再び降格。こうして、小降格を繰り返したアウリングだったが、同日15時に昇格してからは、熱帯低気圧のまま南シナ海を精神した。16日午後には、ホーチミンの南で消滅した。 2月1日頃にカロリン諸島のヤップ島近海で形成が始まった低圧部が3日15時に熱帯低気圧に昇格したフィリピン大気地球物理天文局は現地時間3日17時にフィリピン名美震を命名したフィリピンの東海上に停滞した美震は8日時に低圧部に降格した3月19日頃にミンダナオ島の東で形成が始まった 低圧部が20日15時にボフホール島付近で熱帯低気圧に昇格した。21日9時に消滅した後、同日15時に復活するも21時には再び消滅した。4月11日頃に形成が始まり、低気圧番号 92W を付与された低圧部が一時的に不明瞭になるも13日9時にパラオ近海で熱帯低気圧となり、 合同台風警報センターも同日に熱帯低気圧形成警報を発した。14日午後には JTWC が熱帯低気圧番号 02W を不番、またフィリピン大気地球物理天文局もフィリピン名、クリシンと命名した。フィリピンを横断し、セブ島に洪水をもたらした。これにより17日朝までに少なくとも10名の死亡が確認されている。 その後南シナ海を北上し、バシー海峡に達したが、20日に消滅した。6月29日9時、沖縄本島の南で発生した。熱帯低気圧は東、シナ海をゆっくりと北上した。直接の影響は少なかったが、断湿気の影響で梅雨前線が活発化し、西日本を中心に局地的に激しい雨が降り、特に 長崎県行市やしべでは24時間降水量が観測史上1位の432.5ミ、mm、リメートルに達するなど記録的な大雨となった。7月4日9時、フィリピンの東で発生した。その後は東、シナ海を北上し、7日15時に不明瞭になったが、この熱帯低気圧の断湿気は九州北部での豪雨をもたらした一因となった。 7月11日15時に小笠原諸島近海で発生した普通の低気圧が13日15時以降熱帯低気圧と解析されたその後は北東進し16日15時に日本の東で不明瞭になった7月26日3時ウェーク島近海で発生した29日21時に普通の低気圧に変わった8月26日3時 南シナ海で発生した。27日3時には不明瞭になった。9月19日頃にグアム周辺で形成が始まった。低圧部が23日9時にルソン島西方の南シナ海上で熱帯低気圧に昇格。同日18時にフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名難度と命名24日0ジに合動台風警報センターは 熱帯低気圧形成警報を発した。その後、JTWC は熱帯低気圧番号 22W を付番した。9月25日にベトナムに上陸し、同日に消滅した。10月5日頃にフィリピンの東で形成が始まった、低圧部が7日9時に熱帯低気圧になった。合同台風警報センターは8日19時に、 熱帯低気圧形成警報を発した。8日には、ルソン島に上陸して、南シナ海へと進んだ。JTWC は9日に、熱帯低気圧番号 23W を付番した。気象庁も、台風に発達する可能性があるとして、同日には、台風情報を発表したものの、台風の勢力には至らず、1日くじには、ベトナムのハティン章付近に上陸したということで、 情報の発表を止めた。南シナ海で形成が始まった低気圧94ワットについて合同台風警報センターは10月18日17時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。19日3時に JTWC は熱帯低気圧番号 26W を付番し予報を開始した。しかし19日15時時点で気象庁は 低圧部にすら分類しなかった。JTWC も19日18時には最終警報を発した。10月29日頃に南シナ海で形成が始まった低圧部が30日21時に熱帯低気圧になった。合同台風警報センターは31日10時30分に熱帯低気圧形成警報を発したが発達は見込めないとして2日7時30分に 取り消した。その後、4日には、気象庁の天気図から熱帯低気圧の表示は消え、熱帯低気圧としてはかなり不明瞭になったものの、JTWC は5日16時30分に再び、都市 F を発し、6日には、熱帯低気圧番号 29W を不満した。この時点で 29W は、タイランド湾に存在した。7日21時には、統計100度線より、 西の気象庁の観測対象域外に出た模様。12月30日にパラオ近海で形成した低圧部が同日15時に熱帯低気圧になった。年をまたいで2018年1月1日18時にフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、アガトンと命名、同日22時30分に行動台風警報センターは 熱帯低気圧形成警報を発した。その後、JTWC は熱帯低気圧番号 01W を付番した。01W は密日くじに、南シナ海の北緯10度40分、統計116度5分で台風となり、アジア名ボラベンと命名された。台風として発生したのは2018年なので、本記事では台風に含めていない。 パガサの熱帯低気圧監視エリア順番は、アジア名、ダムレイが1とされている。また、フィリピン名は、熱帯低気圧が監視エリアに入ったとき、フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの。なお、台風13号のハトや台風26号の開拓、台風27号の天秤は、大きな被害を与えたため、この台風をもって、引退となる。4巡目以降は、 新しいアジア名山猫、インニョン、子犬にそれぞれ変更される。23日3時に北緯8.6度、統計143.9度で昇格。26日3時に北緯13.1度、統計136.0度で台風となった。27日15時に北緯15.9度、統計134.7度で熱帯低気圧に変わった。 東閣時に北緯13度、東計119度で熱帯低気圧になった。11日9時に北緯16.0度、統計116.8度で台風となった。14日9時に熱帯低気圧になった。17日21時に熱帯低気圧に変わった。18日9時に消滅した。15日21時に北緯19.7度、 統計126.9度台風となった。24日21時に北緯23.8度、統計104.5度で熱帯低気圧に変わった。27日3時に熱帯低気圧になった。ありがとうございます。